私は子供の頃、いいじめられていました。発達障害でみんなとなじめず声が変わっていたからですそのせいで数年前までは引っ込み事案で上がりし人前を避けて生きてきましたしかし現在私は歌手として世界各国に呼ばれ何百人もの前に立って歌っています引っ込み事案で普通の OL だった私がなぜ人生を変えられたのか そんなお話をさせていただければと思いますいじめにあった学生時代を終え私は OL として働き始めましたそしてしばらくして夫と出会い結婚思えばこれが買われた最初のきっかけでした夫とはよくこんな話をしました好きなことを仕事にするライフワークを見つけたいねそこで私は ライフワークについての講座に参加することにしました。講座ではまず、最初に質問を受けます。時間があれば、ついやってしまうことは何ですかついやってしまうこと…あ、一個思いついたけど、あれは仕事にはならないよね。じゃあこっちだ。講座を終えた私は、カウンセラーを目指そうと考えました。そうとなれば、 早速行動です頑張れそれから私は友人の相談に乗り始め何でも話してねありがとうたとえそれが夜中の3時であっても駆けつけましたしかしねえ最近ちょっと無理してないえっはいそれじゃあ続かないよ人に必要とされたい誰かの役に立ちたいという思いが強すぎるあまり 何時間でででもも話聞くよ。いつでも読んでね。私は自分を犠牲にしすぎる傾向がありましたこれじゃ体が持たないやそう思った私は別のライフワークを考えましたやっぱりあれこの鼻歌。学生時代いじめに遭いつらくなった時私はいつもトイレにこもって鼻歌を歌いました。 歌ってる間はつらいことを忘れて元気になれる鼻歌は私にとってのお守り仕事にはできないかもしれないけど私はこれをやろうここから私の不思議な縁が始まりました本当のライフワークに気づいた日から人生が急展開していきますとあるパーティーでウクレレの生演奏を聴いた時のことすごい。 本当にすごいどどうしたのわかんないけど涙出てきた感動のあまり私は直接気持ちを伝えに行きました感動して泣いちゃいましたん実は私歌が好きなんですでもウクレレもやってみようって思いましたへえじゃあここで歌ってみますえ絶対無理 そう思ったものの周りも盛り上がってしまい後に弾けなくなった私は初めて人前で歌を披露することになりましただめ声が震える何この歌最低消えたい歌い終えた私は誰の感想も聞かず逃げるように帰宅しました 人生最大の恥だやらなきゃよかったああ歌が好きだなんて気づくんじゃなかった私ずっと泣いてるなんで涙が止まらないんだろうあそっか歌が好きだからか大好きなことだからこんなにも傷ついてるんだ よし決めた本気で歌と向き合ってもう一度人前で歌を歌おう自分にとって歌が本当に大切なものだと気づいた瞬間、今度は嬉し涙が溢れてきましたそんな出来事があってから一週間後あのウクレレ奏者から連絡がありましたえっなんてユキエさん今度僕が開催するコンサートで。 ぜひあなたに歌ってほしいんだあの日最悪だと思っていた初舞台なんとあの時の歌声を聞いてウクレレ奏者は声をかけてくださったのですでも私楽譜も読めない素人でそんなの関係ないよ僕は君の歌声に心底感動したんだ出てくれるかい <laughs> コンサートは その方が開催する中で一番大きい規模、引っ込み事案の私にとっては大きな挑戦でした。<laughs> たった三曲でしたが、私にとっては歌手として初めての仕事。自分を信じて歌い切りました。みんなが私を認めてくれてる。 この時、大きな自信を手に入れたのと同時に私の人生はさらに急展開していきますコンサート終了後、イベンターの方から企画してるイベントに誘っていただいたり涙が出ましたおとある縁でバイオリニストの方と出会いあなたこんなところで埋もれてちゃダメよはあその方の紹介で歌手の方と出会いこう言われましたあなたなら。 オペラ大会で賞を取れるわ、うん、新幹線で毎月レッスンに通いミュージカルやオペラコンサートに参加気がつけば活動範囲は全国へと広がっていきました。そして「ライフワークの講座から1年後、千の風になって」で有名な秋川雅史さんが優勝したイタリア語のオペラ大会に出場し初出場にして審査員特別賞のトロフィーを獲得。 そして3年後にはハミングで世界平和を歌い合う団体を立ち上げ国連 WSWJ 平和賞を受賞しました本当に大好きなことを見つけた日からたった3年で私の環境は大きく変わりました声が原因でいじめられそれを機に引っ込み思案になりそのままずっと生きてきた私でも本当にやりたいことを見つけ行動に移したその日から。 長年塞がれていた道が急に開けましたもちろん最初は何度も何度も挫折がありましたしかしそのおかげで私は自分にとって本当に大切なものに気づけましたそう思うとネガティブな経験もきっと意味のあることなんだと思います